はい、こんにちは。下克上フリーターです。ただいま東武電車浅草駅におります。こっから特急スペーシアにね、乗っていきたいと思います。来年 X っていう新型車両も出ることなので、今のうちに東武100系旧型車両の方に乗っていきます。しかし観光客でいっぱいですね。さすが浅草といったところ、鬼怒川温泉、会津、館林、太田、日光、赤城、各関東地方の奥まで行きます。駅弁を買おうとしたんですが、残念ながら全部売り切れ。しょうがないですね。1時半過ぎだったんで。では気を取り直してね、特急鬼怒号129号鬼怒川温泉行きという特急列車に乗っていきます。ただ今後だんだん少なくなっていくのがね、予想されますので、今のうちに乗っていこうという魂胆です。やってきました日光モデのカラーですね。一番先頭の車が、個室車両、グリーン個室ですね。そしてその他は一般車両で、また、途中中ほど3号車か4号車かな、あの旧売店の跡地があります。また座席はね、あの今後じゃないや失礼ついつい言い間違いが、この後ね、乗っていくときに、あの車内に入ったら分かると思うんですけど、かなりグレードの高い座席が採用されています。これでリバティとね、同じ座席ってか同じ料金っていうのはちょっとね、割に合わない気がするんですけどね。はい、では乗っていきましょう。はい、こんな感じの車内ですね。結構広々としたね、あのゆったりとした座席感覚、シートピッチをしていて、そしてね、この大きい耳が特徴なんですけど、ヘッドレストの横のとこね。ここはかつてスピーカーが内蔵されてて、オーディオを聞くことがね、できたらしいんですけど、今は、取り外されています。そして座席のカラーは、これ実は2代目の座席でして、今はスカイツリーのね、デザインイメージしたものになっています。そして足置きがね、ついています。こういったところが本当 JR だったら余裕でね、グリーン車にしそうですよね。お、1800系カラーの特急200系、両毛カラー来ました。両毛カラーじゃない。1800系カラーのね、200系の特急両毛が来ました。はい、そしてね、東武によくある、あの6050系とかにもね、あった、あのただ、あのシンプルな折りたたみのね、座席という感じです。ボタンを押して、しまうことができます。では発車ですね。独特のインバータンを聞いてみましょう。はい、ということで発車していきました。この辺りはかなりゆっくり走っていきます。すごいね、結構な急カーブがあるからです。そして、進んで少ししたらもうすぐ東京スカイツリー駅に到着します。この東京スカイツリーもかつては成平橋っていう駅でね、普通列車しか止まんなかったんですけど、今は全営業列車が停車する駅となっています。そして隅田川ですね。今回は右側の座席選びましたが、こうやって朝日のね、泡をイメージしたあのビルをね、見ることができます。子供の頃はどうしてもあれに見えるっつってね、よく盛り上がってたんですけどね、実際そんなあれではないのでね、ご注意をお願いします。ちょうど水上バスも、水上バスがね、昔子供の頃の遠足で乗った、遠足っていうか社会科見学で乗ったんだけど、結構楽しかったな。横十県川からクローバー橋とかを通って、なんか小名木川水門っていうとこを通って、隅田川にね、至るっていうコース、めちゃめちゃ楽しかったな。栃木、新鹿沼、下今市、東
ワールドスクエア鬼怒川温泉です。次は北千住に停まります。全車両座席指定となっております。なお指定の座席以外にお座りのお客様には座席の確認をさせていただきます。はい、では主要駅の北千住を今度発車です。北千住からね乗ってくるお客さんの方が一般的に多いと言われてるんですけど、今回乗ったこの駅の129号、結構浅草からもね乗ってきたというか、浅草から乗ったっていう人が多かったように感じましたね。ということでここからようやくスピードをねぐんぐん上げていって、特急らしい走りを見せてくれます。しかし今となっては珍しいこの東芝製ですかね、あの GTO の VVVF インバーターを聞けるっていうのは貴重ですよね。ただやっぱり外から聞く音とね中から聞こえる音って結構スペーシアはなんか違う感じがしますね。はい、ということで、荒川をね通過していきまして、ここから、区はまだ変わらないのかな、足立区のままで、向こう走ってるのが、日比谷線の車両今来ましたけど、向こうはあのいわゆる各駅専用の観光線というやつですね。主に日比谷線直通の列車が各駅停車として走って、急行線の方を主に半蔵門線直通の車両、それから優等列車が走っていく仕様となってます。では南栗橋車両関空を通過です。いよいよあの時速100キロを超えるね特急らしい走りとなってきました。はい、そしてねこうやってあの川をね渡ったり、それから東武線にありがちなねあの田園風景が見えてきて、あのいよいよねあの関東平野を感じる、本当にあの地方に入ってきたなという実感がいたしますね。こういったものを見ながら駅弁を食べれるとね良かったんですけどね。いや、また駅弁は次回に期待しましょう。ということで今スペーシア乗ってるんですけどね、こういった細かいところを見てみると、あの90年代ね初頭に平成2年とありますね、俺が生まれる前から走ってるところが、随所に見られるっていうことで、あの大変貴重な、バブリーを感じる特急列車となってます。来年の夏にはスペーシア X っていうね新型の特急スペーシアが出るんで、この車両ももう長くはないと思います。ここがね3号車で、かつては自販機、このようにねコカ・コーラからの自販機があったり、あのカーテンがね完全に閉まっちゃってますけど、あの売店があったり、ここであの冷凍食品を温めてほっかほかのね、食事メニューを提供したり、生ビールがね頼めたりと、いろいろそういったバラエティあふれるねあのサービスがあったんですけど、やっぱりあの時代の流れとともにね、あの前乗ったギア183系特急オホーツクもそうだったんですけど、あのだんだんサービスがなくなって、今ではあの本当にあのもぬけの殻というかね、あの空きテナントというかそんな感じになっちゃってるんですけどね。でもこういったものいいよね、空からちゃんたちのデザイン、まあ、せめてものなんだろうっていう感じですよね。ここは多分ね、前は公衆電話があったんだよね、けどさすがに今はない。この列車が引退する直前とかにまたあのここで臨時営業的なのがやってくれることを期待します。はい、来ました、下今市ですね。まもなくここは機関区になってて、あの DL と SL がね、収納されています。今もあのこっから上り列車がねの SL が来る予定になってるんですけど、こっちは多分平日はあんまり走らないんだろうな。
転車台もありますね。現役なのは珍しいです。まさか東武が SL を走らせるとは当時思わなかったな。はい、ということで下今市を発車していきます。向こうに見えてるね、東武2400型が今はもうそれだけで走っている状況なんですけど、なかなかやっぱロングシートだとね、ちょっとね、しょうがない、旅情に欠けるっていうかね、しょうがないんですけどね、普通列車なんで。そしてここから鬼怒川線に入っていくんですけどね、これがまた遅くてねしょうがないですけどね、もともとは警備鉄道っていうね、あの企画なので、まさか特急列車がね、走っていってるなんて、そういう未来はね、想定していなかったようで、想定外って感じです。ただいま鬼怒川を上を通りましたね。そして道路とね、ここは並走している区間なので、車からもね、電車が見えるっていういいスポットで、脇見運転には注意なんですけど、だんだんまた時間的に夕暮れがね、迫ってきていまして、ちょうど綺麗な景色とね、山々、まだちょっと紅葉的な色は残ってるかなっていう感じなんですけど、そんな景色が楽しめます。それにしても本当に遅いな。この辺はやっぱりカーブがきついのに加えて単線なので、行き違いをすることを考えると、直線でスピード出してもあんまり意味がねないらしいんですよね。ご覧の通り時速30キロに満たない速度でね走っている状況です。最高速度は一番飛ばせるところで65キロとかね、70キロぐらいじゃないですかね。ということで SL 大樹がいました。後ろには客車もつないでありますね。みんな手を振ってくれてます。この山の景色もいいな。はい、ではね、無事に鬼怒川温泉に到着しました。浅草から鬼怒川温泉までね、ぴったし2時間でスペーシアは運行しています。なかなかこのスペーシア、浅草から出る鬼怒川温泉行きはね、この129号が唯一なのでね、ぜひ乗ってみてください。今のうちですよ。ということで、偶然にも弱冷房車、俺一人だけ貸し切りになっちゃいました。これはラッキーだね。かつては日比谷線で活躍してた通勤車両でね、早朝とかね、本当に深夜の閑散とした路線でしかこういった貸し切りっていうのは味わえないんですけど、これを存分に楽しんでね、次の鬼怒川公園に向かいたいと思います。ラッキーラッキーということで、ちょっとスペシアで宿帯気味になりつつあるんですけどね。車窓の左側に間もなくね、廃墟群が見えていきます。この間家のね、押し入れの方を整理してたら、家族で鬼怒川温泉に行った時のね写真出てきたんですけど、鬼怒川観光ホテルの別館だったかな、すでに現在廃墟になってるっていうね、残念ながら子供の頃に泊まったことがある、今観光ホテル一瞬見えたんですけど、そこの別館のどの建物かちょっとね、僕も忘れちゃったんですけどね、どこだっけな、でも廃墟になってるっていう情報は確かにキャッチしています。カッパ風呂とかその辺がね、これから見えてくるんですけど、有名なんだけど、どこだったっけかな、あっちの結構いいホテルから
見える景色が川のあの渓谷のいい景色と裏腹にこういった廃墟っていうのはちょっと残念ですよね。これはこれで廃墟マニアにはあのかなり嬉しい景色かもしれないですけどね、なかなか寂しいですよね。あれが朝屋っていうホテルですね。ここも結構高級そうですね。やっぱり貧乏旅、貧乏一人旅をしてるとね、この東京から日帰り圏内だとなかなか泊まろうっていう気はね起きなくなっちゃうんですけど、あのかつて家族で旅行っていったら結構ねもう3回ぐらいで行きましたんで、あ、ここが鬼怒川本館、政府公認なんとかって書いてあるんで、そこまで指定受けたところがこうやって廃墟になってるんですよ。なかなか来るものがありますね。ここは星の屋っていうところですね。こういったものをある意味観光に活用できればと思うんですけどね、あのオーナーが蒸発してたりとか、それからなかなか勝手な許可で解体とかいうのもできないですし、何よりね、解体めっちゃ金がかかるんで、これが一番問題だよね。行政が好き勝手できて権限持ったとしても莫大な費用を抽出っていうのはなかなか厳しいんじゃないかな。ということで鬼怒川公園に到着です。なんか食事でもと思ったんだけど、なかなかこの時間もやってるところがなかなかなくてですね、温泉入って、トンボ帰りになりそうですけどね。とにかく温泉入ってフルーツ牛乳かコーヒー牛乳でも飲んでね、ゆっくりして、普通電車で東京の方に帰っていきたいと思います。では鬼怒川公園ですね。はい、保育園やらなんか小学校やらね、学校っぽいところを抜けて歩いて5分ぐらいで、岩風呂の方に来ました。実際ここが多分一番鬼怒川で安くて、そして駅から気軽に行ける日帰り温泉ではないでしょうか。ということでね、次の電車が17時5分なんですね。ちょっと少しせかせかしますけど、入って露天風呂楽しんで、景色楽しんで、ちょうど夕暮れになる頃に帰っていきます。欲を言うなら食事したかったんですけどね。はい、ということで鬼怒川公園岩風呂に入ってきました。結構ねポカポカする無味無臭のね温泉なんですけど、源泉かけ流しのお湯でかなり温まることができました。入った時はまだちょっとね明るさあったんで、景色見えたんですけども、ね、夕暮れがだいぶ来ましたんで、ほとんど夜ですね。冬の夜、冬の夕方っていうのはもう真っ暗ですからね。そしてちょっとだいぶやっぱせかせかしましたね。あと8分ぐらいで鬼怒川公園発、どこだっけ、東武日光だっけ、下今市行きでしたっけ、そっち方面の電車が、出ちゃうということなんで、わずか15分からね、20分ぐらいの短い滞在になったんですけど、もともと休憩場所もそんななくて、それから食堂も閉まってたのでね、ちょうど良かったです。それにしても日本人というのはお風呂温泉大好きな民族ですよね。やっぱりジャパニーズスパという感じで、これからインバウンドが回復してくるとね思うんで、どんどん、ね、外国の方にもね温泉入って行ってもらったらなと思いますね。
どうも、下克上フリーターでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、どうぞよろしくお願いいたします。